はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってきます。まだね、テラキオン入れて結構割といい感じで気に入ってるので、このルケループ。まあ言うてね、モジャンボムドサイドンの枠がね、割と、なんかこの辺を枠うまく圧縮して、ちょっとね、もうちょい入れたいポケモンがいたりしなくはないんだけど、まあ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 、みたいなね、感じで、これ選手ってどうしようかな。ハピがまあ欲しい話あるね。ドヒドハピって投げたいかな、割と。で、きついのがパチンコドラゴンとウーラオスだから、まあモジャンボかな。パチンコドラゴン考えれば本当はサイドンなんだけど、これでモジャンボでちょっと見えるか試すかっていうところで、モジャンボからかな、さすがに。これでね、パチンコドラゴンいけんだったら、サイドンの枠を圧縮できるのと、あと、ドサイドンに対してモジャンボがどこまで頑張れるかあるんだけど、そこそこいけるんだったら、無道の枠も圧縮できるね。そうすると。ドヒド、モジャンボとかで随分広く受けれるようになるかな。エモンガから来たね。これ何してくんのこいつ。ボルチェン。エアスラとかなくない？ヤドリギから入るけど。あんのかな？あー、まひらせてくるやつか。だったらハピに引いておきたかった感じはあるけど。まあ、ほっぺスリスリしてボルチェンかな、さすがに。こいつ飛行技ねえだろ、どう考えても。裏叩くのがいいか、それとも引き先のポケモンにヤドリギが入るのがいいかだけど。いやー、叩いた方がいいな。ミロカラスとかはちょっとめんどくさいけど。あー、ボガエリなんだ。そんなもんだよね。一応これ弱点なんだけどな。これもしかしてウーラオスがトンボ帰り持ってるときつい話あるか。あー、ミロカラス来ちゃったね。だったらヤドリギ入れときたかったけど。火炎玉でしょ？弱砲。なんか割とめんどくさいアイテム持ってたね。これただハピー相手突破できなくない？素引きでいいかな。もじゃもまひってるし。え、相手ハピで積んでると思うんだけど。なんかある？レイビー。引いて正解だね。おい！待って。くそ。めんどくさいことしよって。まあいいけど。ドヒドとかが氷よりよっぽど。これで引いてんのか、こいつ誰？ちなみに。あー、パチンコドラゴンいるか。まあでも起きてトライアタックでなんか引くみたいな現実的じゃない話よりは。きっちりとドヒドに引いて、トーチカを押せる方が偉いと思うんだよね。なんかバグで電撃くちばし打ってこい。これだと必死。いや、ドヒドの技構成も結構ね、難しいところで、割と悩んではいるんだけど、でかくなってきたね。まあ一番うざいのダイナックルなんだよな。それないなら割と余裕な話あるけどね。まあモジャンボこれ麻痺ってのちょっと痛いか。すぐハピに引いてもよかったかもね。まあとりあえずこのダイマックスはこれで処理して。ジェットから来る。ここだね。問題なのは。弾。これね。堅実に行くならこうダイマックスだと思うんだよね。まあ、サンダーか、引き読みのジェットレンダーだと思うけど。まあ、さすがにここ引きが見えてるから、ジェットなのかな。ダイマックスの線もあるから、相手からすると、なんとも言えないところか。これなら第3打割と耐えるから。ジェット打ってほしいけどな。オッケー。それは割と楽で。で、次ウォールしちゃえばこいつダイマックスもうないから。強気に引き読んできたけど、
まあ、でもそれしないと崩せねえもんな。で、ダイマしないならしないで、統治からこいつドクるから、割となんとかなる雰囲気あると思ってるけど。ああ、これで、あれか、モジャンボで、パチンコドラゴンそこそこ見れるっていうのはこういう話なのか。おもろだね、結構。サンダー。毒入れれる方が、割と、ドヒドからモジャンボに引く場面は強いんだけど、モジャンボからドヒドに引くのが、世界一弱い話があるよね。ここウォールでいいな。失敗してもいいし、ああ、成功する。電口飛んでくるね。ここ失敗するつもりだったんだけどな。本当はここ失敗して、半減の電撃口押し食らって、そっから統治下で、って思ってたんだけど、ここはモジャンも引くか。これなら。まあまあ、引ってるのがどこまで響いてくるかだけどね。ここ読んでくるかな。ああ、オッケー。どんぐらい入る？強くね？この、パチンコドラゴン。モジャンボも、こんぐらいで耐えてんのがすごいけどね。ただ、これで宿り木させれば、こっちが有利なんじゃないかな。どんぐらい入る？それ。死なないよね？オッケーオッケー。ねえ、だからお前さ、それやて。それじゃん。結局これであれか。うざったいタクになっちゃうのか。まあ引くしかないかな、さすがに。特殊橋やめろ。つばめ返し。うまいね。うまいね。いやー、これさー。まあでもパチンコドラゴン削れてて、裏2体はハピで見れることになってるから、割と心配はしてないんだけど。いやー、モジャンボまひってんのがめんどくさすぎるな、いくらなんでも。まあさすがに宿り木だね。相手ツバメ返しが一貫するから、ツバメ返しを押してくると思うけど。ナメプかな？外したらお前、どうしてたんだって。説明してみろ。おーい！待って！いくらなんでもやりすぎじゃない？納得いかないんだけど。技全部当ててるし。ずるくね？どうしよっかな。いや、宿り際入れたいな、でもさすがに。耐えない？耐えてほしいんだけどな。OK！玉ダメ入る。もう、まっ、はあ、それさ、おかしいやん、どう考えても。やってること。なんで守るは決まんのにさ、てめえのさ、きっしょい。きっしょいじゃん、これ。ツバメ返しを見てハピ一回引くか。それしかねえだろう。おい、残飯でちょびちょび回復してんの番組みたいだな。さすがにこれ耐えると思うんだけど。あー、オッケーオッケーオッケー。偉い。相手はツバメ返し連打でいいから、まあ、打ってくるんだけど。モジャンボで2回、ツバメ返し食らって、で死なないかな、こいつが。いやー、強い火力が。いやー、次の玉ダメで死なねえな、さすがに。まあ2連守る、無理な匂いしかないけどね。ツバメ返しそろそろ切れないか、むしろ PP。
いやー、無理あるか。いやー、まあ、100歩譲ってさ、その、電撃くちばし土俵に当てて殺しに来るのはまあわかるよ。それはいい読みだと思うけどさ。おかしいやん、どう考えても。全部まひっとるがな、お前。クソが。もう2回守る成功しろ。この玉ダメで死んでくれ、それか。死ね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 。くたばれ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 。マジマジマジ。もう、つけんなよ。何こいつ TN。クソうぜんだけど。ミノルね。車に轢かれちまえ、お前なんか。ボケが。ふざけんなよ、マジで、もう。本当に消えてほしい。くたばれ。はい、じゃあ続けて、ちょもう一戦やっていくんですけど、こいつポケモンを舐めてるよな、マジでな。なんだその、ドラパルトの半分みたいなポケモン。進化前のやつだよな、あれ。こいつ、だけは許さねえ、ガチで。きしょいのがこれマリルリなんだよね。シャンデラ考えると、割と、ハピーが欲しい話あるね。ハッピーで、まあ、あれか、バイバニラまで見れるか。特殊だよね、バイバニラって。わかんないけど。ドヒドハピモジャンボになるかなー。いやー、割と無道欲しいな、これ。カビの地割れ考えると、結構怪しいとこだけど、まあ、でもドヒドハピモジャンボかなー。いやー、こういう相手だと、あれだね、ドヒドイズに、毒ビシ欲しくなるけどね。まあ、もうジャンボからでいいかな。パッチラゴンさ、本当にさ、いや、まだ100歩譲って許すよ。性能は、火力は。けど、せめてちゃんと2割外せ。さっきの。思い出したら腹立ってきたわ。全部当てるし、麻痺は全部都合いいし。増田さんに、増田さんち行ってちょっと直談判して、彼のアカウントバンしてもらってくるわ。そんなことはさ、シャンデラからか。トリックめんどくさいな。大番さすがにないと思うけど、ハピ引きで、すごい悲しいことになるから、大番はさすがにないから、トリックかどうかだけ守るで見ちゃおうか。トリックありそうだけどね、初手だから。まあ、タスキか。それかスカーフか。トリックだね。これ、ドヒドイデが、こだわっちゃっていいかな。ウーラオス、マリルリ。あんまり好ましくはないか。けど、ハピがこだわるのも結構微妙だし、ドヒドイデこだわっちゃおう。まあ、ウーラオスも、マリルリも別に、ドヒドイデ見れなくないから、割といいと思ってるけどね、それで。相手こだわってトリックをしてんのに、ここなんで迷ってんの？どういうこと？引くかどうか悩んでるってことか。交代合わせて。引いてきたけど。カビー。ハピかなんかに引くと思った？なわけねえだろうがよ。これネットで焼きてー。超焼きてー。地割れやめて、ほんとに。いや、これで地割れ打たれるのちょっとさすがに無理だな。エアームド選出してないのが悪いんだけど。待った、それはちょっと待った。これ焼かないとまずい。霧から入るべきだった？熱湯から入ったの浅い、もしかして。まずいかもしんないね、これ。カビゴンのプラロクの地震とかさすがに耐えないよね、ドヒドイで。焼かないしね。さっきの試合でああいう目にあってんだから、焼いたっていいと思うんだけどな。地震のダメージだけ計算しとくか。さすがに耐えないね。切り替えら入ん、いやー、まあでも、まあ、統治下で技見てからだな。まあ、モジャンボ読みもあるからね。なんか接触技をしてくんない？地震は普通にあると。
まあ、もじゃんも引くか。無理なら無理でしょうがないな。いやー、これは完全に浅い。立ち回りが。でも、自腹考えたら、とにかくネットで早めに焼きに、焼くっていうか、したかったし、でも太鼓の方がすぐやばい話あったか。いやー、切り押さなかったの。浅いなー、切り採用してる意味ない。これだったら、これやってんだったら切り採用してる意味がそもそもないから、切りの枠、毒菱にした方がいいね。まあ、攻め、それか、毒欲か。あそこで、そうだよね。切り押さないんだったら、切り採用ガチ無駄だもんね。ただ、これ、大魔切ってきてくれたけど、どんぐらい入る？ジャンボ強くね？バカでしょ、こいつ。半減とはいえ、こいつ、プラ6で殴ってきてんのに。ちなみに、調整にもよるけど、地震で落ちてるから、おそらく。ここの大魔、別に不要だと思うんだけどね。まあ、ウォールからかな、さすがに。技見てから。太鼓自身、ノーマル技絶対あって、ラストに、まあ、ヒートスタンプを使った大バーンが入ってるか、どうかみたいな話だけど。でけえ。なんか、こういう、あ、真っ黒クロスケかいたよな、こういう生き物みたいな。あの、トトロに。なんか真っ黒クロスケに埃がつきましたみたいな感じだな。これ多分本地とかヒートスタンプないね。ここ再生なら。草原かな。いやーこれさすがにでもすることないな。暇になっちゃった。再生、木の実再生するのはちょっとめんどくさいな、やめてほしい。え、強っ。どうしようかな。ここ相手チビになるよね。地震地震とかが割と問題ない話あるから、ここでドヒド引いとくか。いやーこれ苦しいなー、明らかに。相手のしかかりかなんか連打でいいわけだから。割とまずいけど。ただグラスフィールドあるうちになんとかしないと話になんないか。おっと？変な技持ってた。いや、これでもモジャンボ残したのだいぶでかいよ。モジャンボ、モジャンボ残ったからね、一応。ダイマックス使っちゃったとはいえ。ここモジャンボから入んなきゃダメだな。チャンデラ引きはまだ間に合うから。あ、チャンデラから来るのはまだ間に合うから。あー、バイバニラ、はいはいはい。いや、これどっちなんだろうなー。物理なんか特殊なんかちょ、バイバニラっていうポケモンをそもそも、知らないね、僕。このポケモン、種族者どっちが高いの？ C の方が高いけど、A もまあまああるか。ちょ、両刀はさすがに無理だな。守るから入るけど。なんかでもなんとかなりそうになったな。相手自爆して。死んでくれたから。吹雪はある。必中だね、その吹雪。なんかウーラオスとかかなって思ってたけど、全然、そんなことなかったね。いやー、ただこれね、シャドボーの通りいいから、ハピ引きで、瞑想一回押してからシャドボー連打とかで割と勝ちだと思うけど、まあ、モジャンボ捨てながら、こだわり解除もできるしね。ふぶいてきたけど。あられダメージは一応、なかったことにされてて。まあ、瞑想から入っていいんじゃない？引き、オッケー。これ勝ったわ、さすがに。で、こっからシャドボレンダでいいわけだから、トリックされても。もらった。
うん。なんか意外と長いな。グラスフィールドこれが最後かな多分。最後だね。で、多分コトリックだから、シャドボでいいと思うけど。うん、トリック。トラータしかないと思ってんだろうな。あ、ちょ、木の実食われちゃうけど。いいね。で、D 上がってるから、さすがにバイオマニラに負けようがないと思うけど。やった、こ下げてくれたおかげで、バイオマニラに余分にダメージ入るけどね。これ物理技あんのかな、ここで。それめんどくさいな。いやー、でもこれねー。変にここでモジャンボに引いて負け筋作ることもないと思うんだけどな。こっちが上から動くのか。じゃあ多分、あー待って、めんどくさい技持ってるけど、なんか余裕だったけどこれ次もミラーコート耐えるだろう、さすがに。ただよく考えた方がいい。これよく考えた方がいいぞ。ここモジャンボ引きだね。多分。これモジャンボ引きだと思うよ。うん。そうだよね。で、なんとかなってる、なんとかなってる、なんとかなってる。こいつミラーコート持った。危なかったなぁ。ハピの火力が雑魚すぎたおかげで、なんか、大した問題にならないで済んだけどね。耐久もあったし。だから人もいて多いから、割とミラーコートとかに安心感ある。で、これで卵海でいいんじゃない？で、モジャンボ捨ててもう一回投げ直せば。うん、なんとかなってるでしょ。これマックスまで回復しといた方がいいかな。むしろこっからこれ卵海ずっと押し続ければ TOT で勝ちじゃない。なんならその方が全然安全に勝ちだと思うけど。こっちハピトモジャンボ残ってて、相手ヒットポイント的に多分少ないから、でカビゴン死んでるから割合的に結構削れてんだよね相手の方が。凍らせに来たけど、その TOD も勝ちで、相手今時間使ったのむしろ自分の首絞めてるよな。まあでもいいや、どっちみちモジャンボ捨てでハピーもう一回投げ直して殴りに行こう。まあグダグダやることもないだろう。うん、振りづらい。どんぐらい入る？半分は超えると思うけど、さすがにこんな範囲のバカみたいな火力じゃん。これ TOD こっち負けちゃうから、さすがに殴るか。いやでもこれならミラーコート多分2回ぐらいもらってもシャンデラの攻撃耐えながら殴れると思ってるけど。うん、待てる。ダメージそんなもんだからね。バイバニラ危なかったな。ああ、ミラコト押してんだ。なんか全部当ててくるね、こっちの行動。まあ見え見えっちゃ見え見えか。どんぐらい？これ吹雪とダメージ変わんねえぞ吹雪とダメージ一緒だけどね。いやー、まあさすがにもらったと思うよこれは。吹雪全部当ててるけどね、君。吹雪の方がさすがにちょっと入ってるかもしんないわ。なんでこういらないとこで引くかな。まあいいんだけど、別に引いても引かなくても
引いたからって損するわけじゃないから別にいいんだけどさ。こういう時だけさ、なんかさ、運は平等ですよみたいな、これで満足ですよねみたいな、これ怒ってること同じですけどみたいな顔してさ、重要な時にな、引けっつってんだ俺はよ。まあいいけど、これ分かったから。あのね、いいんですよマジで、何でも勝てば何でもいい本当に。さすがにこの HP 落ちるね、火力上がってないけど、シャドボで。で、ヨシャンデラいいな、なんか。今気づいたけど。シャンデラめっちゃ人気高いよね。火炎放射、無駄な書きやめろ。急所でも耐えてるね。これ倒せないとちょっとまずいけど。さすがにね、倒せるね。よかった。まあ、とね。感情的になってしまって暴言をね、吐くことがあるかもしれませんが、それは、本心ではなく冗談なので、気にしないように。おっつ。